逃亡生活今日で何日目かなもう忘れました、まあ、そんな中でもね、えー、明日は父の日ということで、えー、先ほど親父の墓参りに行ってきました、まあ、その後今日は森林浴と言いたいところなんですが えー、今月に入ってですね、えー、この地区まあ、私もみかん狩りだとかぶどう狩りだとかお世話になってる農家さんあるんですけども、えー、その地区にですねなんと熊が出没ということで、えー、今日は森林浴ではなくて。 熊大寺っつってもねまあ、ガチに出てきたらアウトですので、えー、この場を立ち去るしかないんですけど。 やはりね、地元の方、まあ、その辺少し農家さんとかありますけどね、地元の方はもう怖くて夜も寝てられないというような状況ですので、な、え、ん、ー、とか発見して、いいやーってことで、退治をしていきたいと思いまますいや退治しません逃げます。 <laughs> まあもしクマが出るようでしたらこの映像に収めたいと思います。 今日はね、気合い入れてるんでスルーラックは休ませていただきます。